こんにちは。2020年7月29日です。北湯沢にやってまいりました。ここの露天風呂に入ってきます。何回か車でここは通ってるんですが、露天風呂あることは分かってました。で、今回はなんとか寄ることができました。上りが立ってたんで、営業してるなということが分かりました。以前はですね、上りが立ってなかったんですよ。確かここ温泉だなと思いながらも通過してしまったとこです。今回はしっかり上りを見て、営業中だということで、横の方に駐車場があります。5、6台止めれたでしょうか。そこに車を入れまして、行ってみました。中に入りましたら、いかにも昭和の雰囲気ですね。レトロの昭和です。で、誰もいません。で、受付がありまして、そこに箱が置いたんですよ。で、入浴料は700円です。700円を入れてくれというふうに書いてあるんですよね。で、まあ1000円札持ってったんで、1000円入れて中に手突っ込んで、300円いただいてきました。それで、700円で入れたということです。本当に優雅ですよね、ここね。本当にもう誰も盗む人もいないし、ただで入る人もいないと思うんですよ、ここ。なかなか素晴らしい、温泉です。そして、脱衣所行きましたら、4人ぐらいかな、入ってるっていうのは分かったんですよ。で、降りてきまして、下が洗い場になってます。で、下に降りてきますと、そこで、体を洗うことができますんで、石鹸も、ボディーソープとシャンプーが用意されてます。上がり湯もちゃんとあります。で、そこで、ちょっと、体を洗いまして、さらにまた下に降りてくんですよ。そっからが、機体の露天風呂なんですよ。そこから下はもう混浴ということですよね。で、下の方は2段になってます。1段目と2段目になってまして、両方とも露天風呂です。そこに行かさせていただきました。親父どもがいましたけども、そういうわけで、撮影もさせていただきました。危険なものが映らないように気をつけて、写真を撮ってまいりましたので、大丈夫だと思います。この露天風呂最高ですね。私にしては最高です。ぬるいんですよ。非常にぬるいやつ温度で、長い時間こう疲れるということです。紙が貼ってまして、男性一人客は最大2時間までっていうふうに書いてますね。何時間もいる人いるんでしょうかね。ここにいろうと思えば入れますよね。何時間も。もう粘るんでしょうか。よくわかりませんけども、2時間までという規制が入ってますね。で、私も当然1時間ちょっとぐらいしかいなかったんですけども、入ってまいりました。なかなかその浴槽は深いんですよ。深い浴槽と、それ浅い浴槽があります。で、下の方行きますと、この川なんですよね。で、川のところにまた浴槽がありまして、親父ども2人がですね、そこから出て川まで歩いて行きましたね。で、川の中に足つけているんですよね。なかなか最高ですけども、よく考えてみれば、向かいの方に立派なんて、すごい、ホテルがあるんですよね。ホテルから見えてるんじゃないかなと思うんですけども、なかなかすごいとこでしたね。なかなか、いい、露天風呂を体験させていただきました。ラオスですか。ラオスの、知床の、アイドマリから比べればまだいいですよね。アイドマリは、すごいですね、あそこね。何も仕切りも何もなく、中に入ってると、上からおばさんレッチが身を乗り出して見てますからね。さすがアイドマリはすごかったですね。ここはそういうことはないですけども。なかなかいいところです。また何回かここには寄らさせていただこうかなというふうに思ってます。なかなか露天風呂の映像は出てきませんけども、ほとんど喋ってしまいましたけども、なかなか感動するような素晴らしい、ところでした。以前ちょっとお話聞いたんですけども、中に入ってるかちょっとお話しました。そしたら、以前は500円だったんだよって言うんですよね。で、中はちょっと改装して、ちょっと綺麗になったんで、値上げして今700円なんだって言ってますけどね。700円でも安いですね。本当にいいところです。で、しかも綺麗なんですよ。確かにレトロの感じで古いんですけども、でもしっかりこう、掃除されてまして、もう綺麗になってますね。脱衣所も使い込まれた籠が置いてまして、もうコタコタなってるんですけども、それでも綺麗なんですよ。ちゃんとしっかり掃除されてますね。
で誰もいなくて、多分2階か3階の方に、オーナーさんがいるんじゃないかと思いますけど、もう1階のお風呂はもうほったらかしということですけども、勝手にお金を入れて勝手に入って勝手に、さよならしてくるということです。それから休憩室も用意されてまして、自動販売機があります。で休憩室も勝手に使ってくれということですね。まあ慣れてる方は一人でそこに座っていろいろ扇風機を浴びながらジュースを飲んでましたけども、なかなかいい感じですよね。さすが日本です。一切監視カメラもなんもなくても、しっかりお金を入れてしっかりここで商売が成り立っているということを体験させていただきました。またこの露天風呂の温泉もさっきも申し上げましたけども、深いところと浅いところがちゃんと用意されてるんですよね。で浅いところはちょうど お座りしますとちょうど腕のところまで、肩のところまで、お湯が来ます。で深いところはちょうど歩行湯というんですかね、歩けるんですよ、中でぐる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 。で十分そこで運動ができるような感じです。そして中に椅子が用意されてまして、この椅子が浮いてるんですよね。プカ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 浮いてて、そこに座って下がると上の方の紐がピンとなって、それ以上下がらないという、なかなかおしゃれですよね、があります。それから横に寝そべって入れるような、その、縁側ですか、縁側見たくなったところもちゃんと用意されてますね。さすがここのオーナーさん結構考えてるなと思います。あとこれがですね、料金箱ですね。千円札持ってったんで、千円札入れて、手突っ込んで、300円お釣りいただいてきました。これが休憩室ですね。なかなかレトロですよね。でも綺麗なんですよ。ゴミ一つありません。まあ使う方も丁寧に使ってますよね。来るお客さんも丁寧に使ってますよね。で、こののれんも擦り切れてませんね。非常に綺麗なのれんですね。ちゃんと洗濯してるんでしょうか。もう清潔感いっぱいですね。でこれからこうくぐって、ちょっとまた下に降りていくんですよ。要するに川の縁まで降りていくんですよね。でこれ脱衣所ちょっと狭いんですけども、まあこういう風になってます。それからこの下が洗い場ですね。浴槽になってます。この浴槽は男女別ですね。その下に行きますと混浴になってしまいます。これが洗い場ですね。ちゃんと上がり湯も用意されてます。ボディーソープ、そしてシャンプーも用意されてます。ここで体を洗って、それから下の方の露天風呂に行きます。ちょうど緑色のこう絨毯っていうんですか、それが引いてまして、そこを歩いていきます。そうしますと右側の方に深い露天風呂、そしてさらにまた降りていきますと、今度川プチですね。 川の露天風呂になります。この向かい確かホテルなんですよね。ちょっと私も分からなかったですね、ホテルあるっていうのは。で、ここが、これですね、ここを歩いていきますね。ここを歩いていって、右と左側の下の方に降りていくところが、まあ、露天風呂になってます。で、これ下がですね、こう、ブルーに、なってるんですよ。そして、太陽の光が反射されてますね。で、声使ってまして、今日天気良かったんですよ。おかげさんでちょっと日焼けしましたね。お湯に露天風呂に入って日焼けしてしまいました。ちょっと体がヒリヒリするんですけども、1時間ぐらいいたんでしょうかね。結構直射日光がもろに、来てました。でもこうぬるくてですね、私にしては最高ですね。熊の湯もいいんですけど、熊の湯は暑いんですよね。知床の熊の湯なんで、あそこは大変なんですけど、ここはぬるくて最高、良かったです。また来ようかなというふうに思います。でこういうふうに板がありまして、これが浮いてるんですね。ここに座って下がるんですよね。で階段があります。ここを降りていくとどんどん深くなって、まあ溺れることはありません。まあ1メーターぐらいでしょうかね、まで深いところあります。でこれが女性の方がここから出てくるところですが、誰も出てこりま、おりませんでした。まあ親父とも2時間が限界でそれ以上いるなというふうに書いてますけどね。でこれが下の方の川の縁の露天風呂です。でこの縁側っていうのは、この縁を乗り越えてですね、行きますと川に入れるんですよ。2人ほどぽっちゃんと川に浸かって、暑い暑いって言いながらぽっちゃんと浸かって体冷えて、あ寒い寒いって出てきましたけどね。結構好きなことやってますよね。なかなか、で川の流れも結構
綺麗なんですよ。で気温も結構高かったんで最高ですね。なかなかいいところです。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。